ハルパッチ来たー。アバカン来たー。イエーイ。ってことで今回は夜明けの破砕者こと、ドーンブレイカーでアバカンのアタッチメント解除していきます。夜明けの破砕者とか中二病かよふ。私に言われても仕方ないんだが。永年中二病のお姉様に言っても仕方がなかったですね。わかればよろしい。冗談で言ったらマジだった一例。何の話？お姉様を褒めてた話。わーい。久しぶりにプランに褒められた。おう、それはおめでとうございます。なんか話が噛み合っていないような。敵です。噛みましょう。噛み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 。やったー。噛み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 。やったー。美味しかったです。美味しかったですね。チームデスマッチということで、医療箱と医療パックの二刀流でプレイしてます。チームデスマッチだからって特に理由になっていない。あー、バカンツイー気持ちいい。やったー。話聞いてる？聞いてないふり。一番あかんやつじゃん。おーっと、ここでレミリア選手。適当に投げた手榴弾で二人キルだー。さすがセンスがある吸血鬼は。やっぱみんなのアイドル。やるおさんすげー。センスがあるお姉様を簡単にコラ。もしかしてお姉様センスあるって嘘だったのかな？ぷぷ。ぐぬぬ。あー、カリスマ性あるから誰からも蘇生されちゃうわー。モテるって大変だわー。ち。アバカンのアタッチメントは、光学サイトはコブラ、アクセサリーはレーザーサイト、バレルはヘビーバレル、アンダーバレルはアングルドアグリップ、でとりあえずやってます。おすすめのアタッチメントがあったら、お姉様に教えて差し上げてください。おっと、さすが手がいいよっと。こんなところまで来てた。危ない危ない。危うくモンタージュの餌食になりかねませんね。モンタージュの餌食にはならない。絶対にだ。動画には映りたいけど。ふむ。チラッチラ。チラッチラ。アバカンがあればスナイパーなどなんのその、めっちゃヒットしてる気がしてる。それは味方っていうやつなんやで。殺さなくていいんだからね。そうなんだー。知らなかったー。嘘っつ。死人に弾はいらないよね。いただいていくね。私はまだ死にたくないからごめんよ。ありがとう、ありがとう。ありが10匹ありがとう。あはは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 。あれ、私の武器どこ行った？これ何？セミオートの銃っぽい。さっきの援護兵の武器か。私のアバカン消えちゃったみたい。まあ仕方ないか。これで戦うしかないか。ごめんなさい。いいよ。謝ったら許してくれる。フラン大好き。私も私大好き。なんだよナルシスとかよ。フランちゃん可愛いから仕方ない。もう取り返しがつかないところまで行っちゃってんな。あばにゃ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 ばってやつらしいですね。落ちてる武器使うと、何これ使いやすいとか、何これかっこいいってのがあるよね。これはお姉様のアバカンとペイントが一緒なんですね。それでさっき間違え決まったが、まだ敵隠れてるかな。そこに隠れてる敵多いですからね。私もよくそこに隠れるからね。てか C4 爆弾の爆発エフェクトバグ治ってないんだね。確かちょっと前からありましたよね。やったー。私そろそろアバカンのアタッチメント解除に戻りたい。死ねばいいのに。暴言やめて。突撃してできるだけの敵を殺し殉職しようかな。援護兵になった今、弾の心配はありません。撃ちまくっちゃってください。アバンしかできず、アババができないからあまり弾の消費はなさそうだ。アバン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 。やったー。あー、攻防筆を選ばずってこういうことを言うんだろうなー。どんな武器でも無双できちゃうから楽しいわ。たかが数人殺したくらいで無双とか言っちゃうお姉様、FPS 初心者さんかな。よし、もうちょっと進んで敵を待ち伏せしよう。あそこのコンテナの後ろとか良さそう。敵陣から現れた敵を後ろから撃つ。アバン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 。やったー。ちょっと冷や汗ものでしたね。まあ戦場では危機一髪はたくさんあるよ。フランも慣れな。お姉様は危機一髪より即時死亡のが多いですけどね。はははぐぬぬ。よっしゃ、アバカン再スタートや。アバカンは2点バースト打ちだと発射レートは1200に達するとのことらしいです。アババ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 バ。やったー。だけど近距離のバースト打ちが苦手な私は、近距離はフルオート、中、遠距離は2点バーストって切り替えて運用してるよ。でも基本的にバースト打ちって綺麗に打ち切れないことが多いですよね。クリックしても引っかかるっていうか、弾が発射されないっていうか、クリックのタイミングの問題なのかな。最近は練習してあまり落ちなくなったけども、最初のうちは弾が出ず、殺されまくりだったんだ。近距離の時に弾が出なかったら、すぐさま終了のお知らせですもんね。その理由もあって近距離で遭遇しそうな時は、フルオートに切り替えてるよ。フルバースト？フルオートな、なんだよフルバーストって。フラーンバカかよー。バーカ、バーカ。猛烈なブーメランがお姉様の頭にぶち刺さりました。そういえばアバカンってリロード方法かっこいいよね。クイ、勝ちって感じ。いやまあ、そうなんだけどね。アバババババババ、アバババババババ。やったー。スモークで敵が見えずとも、スポットを駆使するとよし。真ん前に敵が隠れてたね。うむ。アババ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 バ。やったー。超接戦で繰り広げられてますチームデスマッチ。く。お互い互角のようだな。弾ください。アバカンも弾の消費激しいですね。弾の補給完了。最前線へ前戻るぜ。最前線確保後方支援。うるせえ。これから敵の真ん前まで進むんだい。やったー。弾補給した後はすぐ死ぬジンクス。アバカンによって、そんなジンクスは壊してしまおう。残壕付近で味方が死んでますね。敵がいるのかな？いたいた。アバババババババ。あー、
私の弾を避けるなんてー、すごいいい兵士だー。殺さなきゃですね、みっけ。あばばばばばば、あばばばば。やっぱ待ち伏せされてちゃ勝てないよね。味方が殺してくれました。いでよカリスマ、やったー。残酷にまだ二人は敵がいますね。とりあえず感謝と回復が先決さ。せっかくもらった命は大切に。やべ、なんか飛んできた。ここにいると危ないんじゃないですかね。って言われても身動き取れないんだよ、ふざけるな。どーん、まい、はい。右側ルートがダメなら、左側ルートを探ってみるか。さすが私、頭いい。どこがすごいのかわかんなかったけどすごーい。お姉様神。そんなに褒めるなって。あばばばばばば、やったー。あんな雑な褒め方でいいのか、ほんとバカだな。何の話？お姉様を褒めてた話。もう、そんなに褒めても何も出ないぞ。芋虫ちょうだい、芋虫。チームデスマッチで芋虫かー、難しいぞー。超ベテランプレイヤーのお姉様ならできますって。いつもあんな豪語してますもんね。ちょっと裏取りすれば済む話ですよ。おん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 。おんおん。マジ？裏取りしちゃう？しちゃうしちゃわないじゃない。やれよ。おんおん。ほんとうちの妹様は強米だな。あばばばばばば。あばばばばばば。あばばばばば。スナイパー相手にこの距離はやめといた方がいいですって。うるせえ、私にかかればどんなスナイパーだろうが。いとも簡単に、やっぱやめておいた方が良さそうだ。お姉ちゃんに動き取れなくなっちゃった。ちょうどいいところにスモークが。今だ、前進だ、裏取りだ。ナイススモーク。裏取りはきちっとタイミングと運によって実現するのだ。先行した味方は死んじゃったみたいですね。彼が拡散してくれたおかげで。私は、ここまで来れば大抵見つからないです。そのまま暴れてきましょう。このルートなら大丈夫。私の力が解き放たれる時が、来たのだ。やったー。敵はどこじゃ？あそこに。あばばばばば、やったー。こうなるなら援護兵で来るべきでしたね。今更遅いのだ。あるもので活躍してこそ超ベテランプレイヤー。敵がスモークの中にいても何のその。やったー。だんだん、一。うわー、来るなー。おん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 。おん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 。ふむ、ふむふむ。やったー。彼があれなのではない。私が上手すぎるのだ。残念だったな。メインウェポンの弾がもっとあれば。やったー。まだいけるか？最後にあいつ倒しましょう。そららそらら。ごめん、あいつは無理だった。代わりにあいつを。うまく自陣に行って帰りたいですね。ゼミリアお家に帰る。ゼミリアお家に帰る。そのまま走り去れば生きて帰れたのに、もったいないことしましたな。ちょっとスナイパーが気になっちゃって。さっきの裏取りはうまくいった方ですね。もうちょっと敵を殺せてれば上等だったけど仕方ない。いやーしかしやっぱ敵陣のど真ん中にいると、案外敵にバレないものですね。やはり人間の思い込みというのは、時に弱みとなるね。それ聞いて思い出すのがバンドオブブラザーズの7話、バルジの戦いの中でのスピアーズ隊ですね。味方から無線の応答がなかったからって、敵陣のど真ん中を突っ切って、味方と合流して作戦の打ち合わせをした後、また敵陣の中を突っ切って戻ってきたシーンだって。そうそう、めちゃかっこよかったですよね。あのシーンも敵が自分の陣地に敵がいるはずがない、っていう思い込みからあっけに取られ、攻撃できなかったってところでしたよね。それを体験できるのがバトルフィールドです。さっきの敵さんもきっと、お姉様のことをまさか敵とは思わなかったのでしょう。よし、ラストスタートも張り切っていこう。あばば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 てことでかーきましたー。アバカンはバースト打ちをもっと極めなければいけませんね。近距離もバースト打ちで運用できたらな。そのためにはエイムを頭に持っていく癖が身についていないといけませんね。ゼミリアさんは近距離でのバースト打ちを諦めた。てことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。